らう国賊め、これ以上の勝手は許さぬ。覚悟せよ。むしろ連中の罵倒か。まさか巨匠で仕掛けてこようとは。父上、官にあだなす麦の輩は成敗する。愚か、我が正義の刃、ひざまずけ、受けるがいい。これで頭を冷やせ。参ったね、お仕事失敗だ。ここは生き残りを優先させてもらうよ。我らでは早々打ち果たせぬか。だとしても最後まで諦めんぞ。これで頭を冷やせ。いぞ、今に見ていろ。我が息子馬長が必ず貴様に天衆を。殿、お怪我はありませんか。大事ない。お主らがいて幸いであった。礼を許す。一人逃がしてしまいました。すぐに追いかけます。捨ておけ。馬頭がわしの暗殺をしくじったことはすぐ伝わる。間もなく領州の軍閥が攻めてこよう。馬頭の息子は武勇で名高い金馬長。すぐに軍勢を整え洛陽に向かうのだ。はっ、承知しました。もう馬長らが攻め込んできているか。多いよ。戦況はどうなっておる。馬長関水らは道館に布陣しています。正面からぶつかった我が軍は敗走。現在は洛陽と保半身の守りを固めています。馬長を勢いづかせてしまい申し訳ありません。いやいやいや、援軍が遅れちまったせいだ。すまね。いえ、援軍が来なかった事情も分かっています。その代わり花公園殿からは援助物資をいただいていました。ありがとうございます。何、いいってことよ。こっからは俺たちが馬長の相手をするから少し休んどけな。いえ、それはできません。ようやく洛陽の防衛から抜けて馬長の首を取りに行けるのですから。ああそう、お前がそう言うならいいけどよ。敵は連合軍、その勢いを削ぐためにもどうにか連携を崩したいところですが。正面にいる敵はかなり士気が高い。押し込むのは骨が折れるな。道館の北側はいかがであろう。甲賀を渡ることができれば敵の背後をつけ申す。正面から当たるか、溶かして背後をつくか、どちらにしても厳しい戦いになろう。だが職に劉備、後に孫権がいる今、孝子の憂いは立っておかねばならぬ。馬長らの勢いは盛んだが、ここで必ず打ち果たすぞ。
各殿に何か不安がある様子。戦局打開の一手になるかもしれません。ここを抜ければ魏の本陣まっしぐら。俺頑張っちゃうよ。これで頭を冷やす。奇襲を狙ってやがるのか。後ろ、もう簡単にさせてたまるかよ。俺で頭を冷やせ。来て、いいところに連れて行ったのよ。この辺の守りが足んないよ。こういうとこはしっかりしないとね。そこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。うまくいかなかったよ。ごめんね、若。敵将、私が討ち取った。我が前にひれ伏すがいい。策はあるが手が足りないか。ああ、誰か手伝ってくれるといいんだが。ありがたい。では早速この手紙をただ関水に渡すだけだ。あとはあちらさんが勝手に動いてくれる。それじゃ始めようか。うまくいけば戦が一気に動き出す。で敵陣に乗り込んできた。だが、何？渡したいものがあると申すか。出してみるがいい。ほう、これは。曹操殿とは窮地の中、目は通しておこう。確かに手紙は預かった。使者としての務め、ご苦労であったな。なるほど、本日は使者として参られたのだ。おい、見たか今の。バッチリ見た。これ急いで馬上様に報告しなきゃな。伝令、関水様が魏の将と接触していた模様。まさか敵と通じているのか。関水殿をこのまま函谷関に置くのは危険か。関水殿に伝えろ。すぐ道館の背後の守備につくようにと。
長様より伝令です。すぐに道館に戻ってほしいとのこと。何、ここを引けというのか。さては、義の使者と話したことで疑われたか。馬長に弁明が通じればよいが、いざとなれば義に下るもやむなしか。血を脅かす悪魔、俺が撃つ。曹操様をいじめる奴は許さねえぞ。おいらが全部やっつけてやるだ。みんな、見立て。逆賊をのさばらせてはならん。我が前にひれ伏すがいい。敵の狙いはこの地と見た。者ども、守備を固めよう。だから道館を狙ってきたか。貴様らの思い通りにはさせんぞ。義軍の進撃、何としても食い止める。頭を冷やせ。やはり義は黄河を避けこちらへ来た。道館の敗、この王黎明が死守せ。なんならぬ勝負をお見受けしました。これで頭を冷やせ。ですが、ここは華麗に抜かせていただきます。ここは引くしかない。我が軍の命運は偶然の灯火か。止められぬ。すまぬ馬長殿。我が前にひれ伏すがいい。見事だ司会。馬長様、大変です。敵は黄河を渡り、我らの背後をつく気配。そんな。もう俺たちに逃げ場はないんじゃ。これで頭を冷やせ。俺たちは怯えてしまったか。だが、俺は決して曹操には屈さぬ。の背後に回るつもりか。そうはさせんぞ。勝敗の鍵はこの一戦にあり。我が部にて突破してみせん。これで頭を冷やせ。さあ、ここまでか。行くぞ。敵将、残るはあと一人。これで頭を冷やせ。敵将、私が討ち取った。義軍がここまで強いとは。もはや障壁はなくなり申した。道館へ進軍いたす。我が前にひれ伏すがいい。
さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。いざ尋常に勝負せよ。義に感じろ。天下を渡してなるものか。これで頭を冷やせ。そこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。これで頭を冷やせ。敵将、私が討ち取った。バカな、俺が敗れるとは。だがまだ終わったわけではない。ふん、減らず口を。何度挑んでこようと貴様らに葬儀は倒せん。こたびは不覚を取ったが、俺は絶対に諦めぬ。艦の中心たる父の思いを継ぎ、国にあだなす貴様を俺が必ず打ち果たしてみせる。敗れてなお息巻いているようですが、馬長の一族を含め領州の軍勢はほぼ全滅。再起はかなわぬかと。うん、戦果としては十分。しかし追うというなら止めはせんぞ。大いよ。深追いは毒だと知っています。馬長の瞳に映った絶望の色、今はそれで満足です。それにあの男には一族を失った孤独と叶わない夢にもがく苦しみを存分に味わってもらわなければ。ならばわしからは何も言うまい。巨匠を脅かしていた馬長らは廃した。これより公正に転じるぞ。狙いは孫悟、目標は術公よ。赤壁の雪辱、今こそ果たすのだ。